アップルグミとポイズンボトルは買っただろ。あとはなんだっけ。ガイだから買い出しに出るときはちゃんとメモを取れって言ったろ。ルーク、買い忘れなんてしてみろ。ジェイドになんて嫌味を言われるか。それだけは避けたいな。アニスにも怒られますわよ。あ、そうだよな。あの二人に説教されるのはマジで。ルーク、どうした？あ、うん、なんでもない。気のせいみたいだ。そうか。大丈夫ですの？疲れているのではありません？平気だって。それなら良いのですけれど。あ、そうですわ。食料も買ってきてほしいとティアが言っていましたわよ。おお、そうだった。サンキューナタリア。買い物当番でもないのに付き合ってくれてるし。ちょうど手が空いていましたから。荷物持ちは一人でも多い方がいいでしょ。いや、さすがにナタリア姫に荷物持ちなんてさせられませんよ。俺たちだけで大丈夫ですから。まあ、ガイ、その言葉遣いはやめてくださいと言ったでしょ。それに私、力には自信がありましたよ。弓を引くには軟弱では困りますもの。それはよくわかってますが。いいじゃんか、手伝ってくれるって言うんなら。じゃあナタリア、これ頼んでもいいか。ええ、もちろん。おい、ルーク。じゃ、これな。ルーク、これはとても軽いのですが。お、そうか。俺は荷物持ってもらって楽だけど。ルーク。本当にあなたは変わりましたのね。こんなさりげない気遣いをされる方ではなかったのに。まあ、うん、昔の俺ひどかったもんな。自分勝手でちっとも優しくなかったって。今ならわかる。そうですわね。婚約者に対する態度がなっていませんでしたわ。それを言われると冗談ですわ。私もあなたに自分の理想を押し付けるようなことをしていたと思います。あなたはあなたでしたのにね、ナタリア。こんな風にあなたといろいろな話をできるようになったこと、本当に嬉しいのです。ほら、今みたいに一緒にお買い物をするなんて考えたこともありませんでしたでしょ。そうだな。うん、こういうの楽しいな。では、ティアに頼まれた食料を買いに行きましょう。うん、どういうのを買えばいいんだ。アイテムは分かるようになったけど、食料はな、鮮度とか値段とかよく分からなくて。大丈夫です。料理の得意なアニスにそのあたりのコツを聞きましたの。私に任せてくださいませ。そうか、助かる。ゴイ。なんだよ、いきなり。ガイ。いや、悪い悪い。いや、なんか二人の会話を聞いてたら新婚さんみたいだなって思っ。なんだよそれ。そうですわ。私たちは普通にお買い物の相談を。悪い悪い。そうだよな、二人とも誤解されたら困るやつがいるもんな。ガイ。まあ、それはともかく、俺もこういう風にルークとナタリアと一緒に市場でお買い物なんてする日が来るなんて想像したこともなかったよ。本来なら俺が二人の使用人としてあれこれ働いていたはずだしな。ガイ、俺はお前をただの使用人なんて思ってないって言ったろ。ええ、ガイも私たちの大切な幼馴染。今は大切な仲間ですわ。うん、そういうことだ。ルーク、ナタリア、うん、そうだな、仲間か。やっぱり仲間ってさ、いいよな。俺、みんなと一緒でよかったって本当に思うよ。そりゃ俺もさ。ナタリア、どうした？アッシュは、アッシュには仲間がいるのでしょうか？あ、そうか。六人称は仲間じゃなさそうだしな。だいたい今はオラクル騎士団からも離れてるみたいだし。いつも一人で辛くはないのでしょうか？せめて私たちと一緒にいてくださればいいのに。
ナタリア。そうだな、あいついつも無茶ばっかりしてるしな。あ、でも仲間っぽい奴らはいたような。本当ですの、ルーク？うん、俺も前にケセドニアでチラッと見ただけで、多分そうじゃないかなってだけなんだけど。どんな方たちですか？派手な感じの女と変な格好した男が二人の三人組でさ。え？派手な女の方ですか？うん、年上でさ、派手っていうか色っぽいっていうか。ルーク？色っぽい。スタイルとかすっごく良くてさ、それになんだかアッシュのことをよく知ってるみたいだったな。ルーク！あ、なんだよガイ。そうですか、女の方と。いずれきちんとアッシュにはお話を聞かなければなりませんわね。あちゃ、俺は知らないぞ。ナタリア、なんか怖いんだけど。なんでもありません。行きますわよ。食料のお店はあちらです。待てよナタリア。あのクズ、余計なことを。なんだハッシュ、びっくりするじゃないか。あはん、またあの坊やの様子を覗き見してたのかい。そんなんじゃねえ、あいつらの動向がわからねえと俺も動きづらいから。素直じゃないね。あの子たちのこと本当は心配なんだろう。こっそり気づかれないように時々様子を伺ったりしてさ。それで王女様たちは元気そうかい？あのクズめ、またちょろちょろと動き回ってやがる。いくら俺とあいつがつながっていても、肝心な時に距離があったら何もならねえっていうのに。そうだね、あっちは飛行艇ってのに乗ってるからね。こっちは移動に限界がある。そうだ、だったらシェリダンに行ってみたらどうだい？シェリダン？あの坊やたちが乗っているアルビオールとかいう音機関は、あそこの技術者たちが作ったんだろう。どうやらあれがもう一機あるらしいって噂を聞いてね。本当か？ああ、乗せてもらえるかどうか交渉してみる価値はあるだろう。お待ちよ、もちろん私たちも行くよ。なぜ俺にそこまで従う？金は払った。これ以上危険なことに付き合う必要はないだろう。まあね、だけどあんたに死なれるとこっちも困るんだよ。あんたは乗客だからね。もっと仕事を依頼してもらって報酬をたんまりもらうつもりなんだよ。好きにしろ。そうさせてもらうよ。